はい、来てます。来てます。皆さんこんにちは、アシナス。というわけで本日は、チネチッタというところに来ています。イタリア風なね、感じの街づくりをテーマに、映画館があったりとかいろいろおしゃれなところがあるので巡っていこうと思います。そして、本日のカメラマン、トモキさんです。アシナス、ね、岐阜からわざわざやってきました。オレンジジュース、オレンジジュースと、スパークリングブドウジュース、あとヒアを一つずつ、ね、これ他の注文はどうするんですか。今のメニュー、はい、メニューをお願いします。あ、すごいすごい。飛ばしてます。栗かぼちゃのペースト入りラビオリトルテッリ新潟産くびき和牛のミートソースです。手長エビのトマトクリームソース。そのマルゲリータ、そのマルゲリータです。はい、ビスマルクとかでもなかったな。お、来た。おしゃれ。スパークリングブドウジュース。はい、はい、おいしそう。はい、絶妙に何かわかんないです。あー、絶対かけすぎた。わ、すごいね。うん、まあ、オリーブオイルうまっ。なんか入れるよな、パンって、いろいろ。なんでなんだろう。レーズンより挟むのが美味しいんですか。ね、レーズンとかダメなんだよね。取り方があってね、はい、この普通にこの耳のとこ、なんかこれ切れてないから耳のところが一番。あ、そうなんですか。だからチーズはちゃんと切りすぎちゃうチーズは垂れちゃうから、でこうやって引きずるように。マジですか。こう切ってで食べる。ピザの食べ方講座。うん、うまっ。これかけるんですか。ちょっとリミしますけど。ほんと。さっきのチキン。肥満体験の人いないイメージなの。あおわおわ。でまあシュッとしてますよね。うん、ジローラオみたいな。オリーブオイルめっちゃ垂れる。そう、油使ってるしな。奇跡を残すと、テナガエビのパスタ。うまそう。あ、これ食べてもらおうか。はい。あ、すげえ、いっぱい持てる。あ、うん、いや、絶対うまいじゃん。あとは並びよりね。あ、これはうまそう。すごい。あ、写真かな。うん。すごい、ワンタン。ワンタン、美味しいワンタン。ワンタンじゃん。
はいはい、満タン、うん、まあ、これめちゃくちゃうまいわ。うわすげえ、なんかパスタって感じ全然しないですね。うまそう、熱そう、絶対そっちだ。それなんていう名前、こっちもなんかデザートみたいなのかもこれ。おいしい。わぁ、嘘、うん、スロート近くの工場あれば、うん、わぁ、ティラミスだね。うわ、思い出した、なんか何思い出すんですか。淡い恋ですか。青春時代ですか。初めて高校の頃、さあ、というわけで、食べ終わりました。いや、うまかったっすね。なんか、やっぱね、デートに一番最適ですね、大人のデートに、すごい最適だと思います。その時に、一個、やっぱ注意点言うと、冒険しない、よくわからないメニューは絶対頼まない。イタリア語で、今日の僕みたいになっちゃうので、そんな美味しそうと思ってもよくわからないものは頼まない。もうマルゲリータと、ペペロンチーノだけ、それでいいと思いますので、ぜひよかったら、利用してみてください。ラッシュです。